皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も赤狼遊んでいきましょう。さあ前回ですね、新マップ金剛山千宝寺にやってきたところ、で今日も先を目指していくんですけども、一旦その前にね、ちょっと回収要素を潰していきます。まずこの子、あの風車ね、あれを渡していこう。持ってきたよ。皆に置いていかれてしもうた。真っ白いお花をどこにあるんじゃろう。でこれですね、赤白い風車を渡す。お前が探しているのはこれか。それは赤白いお花だ。オラの探しているのは真っ白いお花じゃよ。そうか。でもあんた探してきてくれたんだな。ありがとうな。あんたいい人だ。真っ白いお花か。そうだ、飛んでいった。そうだ、真っ白いお花は飛んでいっちまったんだよ。飛んでいった。で、行き先を紹介する。ステロもしくは穴山さんか。これ、こっち行くとまずいだろう。人体実験になる。多分こっちかな、穴山さん。アシナの城近くにいる穴山という物売りが手伝いを探している。手を貸してみてはどうだ。皆のことは気になるけども、このまま一人ぼっちも寂しいしな。よし、わかった。オラ行ってみるぞ。それがいい。やっぱりあんたいい人だ。よし、真っ白いお花、一旦これ探しに行こうか。あとの人体実験場ね、あっちに誘ったらどうなんだろう。それも気になる。でね、次一旦ワープします。仏渡りで、でこの境内ね、こっち。よし、そう、前回の最終地点、ここですね。で、こう、バーッと戻って、そっち。あの、風車。あそこのね、さらに奥があった、こっち。で、まず登ってね、そっち。多分ね、そっち側ですね。そこに行ける。で、どう行くか、問題は、そこですね。画面中央。あの足場にジャンプして、捕まっていく。こうだ。で、連打する。よし。そう、これね、たまにあるんだよね、こういうところ。で、再び登って、多分普通に連打でいけるかな。目押しはね、無理だ、あれ。あー、ちゃちゃ、びっくりした、びっくりした。どこどこ？こっちか。よし。もう、この子らいる。イモリ、ヤモリ。どっちかな。あ、で、これか。真っ白い風車。たった一年真っ白い風車。この子だけここにいる。これ後で渡していけるかな。先に渡すとどうなんだろう。これも気になるね。で、さらにこいつ。よし。そう、これね、毒が入ってくんだ。で、ずーっとこの上。これ行ってみようか。どこに繋がるか。こっち行けませんね。まずこっち。あ、で、この中行けるわ。お堂の中。で、猿酒。これ久しぶり。重たい銭袋。500円ね。で、これ開きますね。こっち側。あ、なんかいた。あ、ちっちゃいやつか。こいつか。ムカデマン。いた。よし、こいつ弱いな。で、黒色炎症、これと、あとこの抜け道ね、これがどこに行くんだ。これ怖いよね。
ど、ここどこなん？ちょっと待ってね。よくわからねえ。変なとこに来たな。洞窟の中。これどこだこれ。まったく、あ、首なし、あ、首なしか。これボスキャラだわ。首なし、ここにいるんだ。これは一旦スルーかな。と、張り紙。忍びの抜け道、鬼の鐘に通ず。あ、この先か、鬼の鐘。そう、なんかね、難易度調整をできるらしいんですよ、ここで。鐘を鳴らすと敵は強くなるっていう、そういう鐘らしい。一旦行ってみようか。鬼の首、じゃないや、首なしか。で、ここも、はい。ヤモリ。ヤモリは爬虫類か。で、イモリは両生類。ね、どうしようかな。こっち、これもう何もない。あ、ないっぽいな。下も行けない。ですね。さっきのそっちか。そこに行くしかないんだ。こっち。この奥ね。いや、もしかこっちか。ここに行ける。ん。で、ここに器物。よしよし。で、え、これじゃない鐘って。読む。鐘の名分。この鐘つくべからず。役王は高徳なれど、観覧深紅の荒行なり。で、これをついてしまうと多分ね、敵は強くなるらしい。これ一旦スルーかな。あとのさっきの首なしね。あいつがいる。これそっち行ってみようか。首なし。あの奥あんの？今そうですね。死んでしまっても、まあ大丈夫といえば大丈夫なんだけど、スキルポイントな。これが若干もったいない。これやってみる、首なし。一回ね。で、首なしさん、これがないと倒せないっぽいです。紙吹雪。よし。まあせっかくなんでね、やってみよう。てか、まあ単純に暗いんだよな。地形が全くわからん。で、おそらくこれも一定時間。あとね、そのなんかね、遅くなるの。行動が。ほら。歩きがね、すごい遅いの。このせいか。さあ、紙吹雪。よし。怖っ。パターンがわからねえ。あ、でも、何それ。一発で？これ無理だろう。一発であれか。おじけか。え、つまり何？完全に見切って倒せと。そういうボスか。これはちょっときついかな。スキルが。もったいない。あ、でも、よしよし、名手来た。さあ、となったら、一旦境内ね。こっち行こう。あれ、首なしか。初めてやったわ。ってのおじき消し。あれがね、よくわかんないんだよな。あの仕様が。さあ、こっからは初体験。未知のマップ。行きましょう。よし。まず、陶片ゲット。で、これ取って。あとね、そこにワンちゃんいたわ。ワンちゃんか。よし。普通に殺す。まだいる。こいつか。さあ、手裏剣。まだいる。こっち。よし。さて、もういないかな。あとね、すいません。これね、すいません。ちょっと待ってね。スキルだ。今、2ポイント。ちょっとね、取っていきたいものがある。スキル。これ、ご紹介。これですね。崩し裏回り。忍びの体術、崩し裏回りを習得する。体勢を崩した敵の後ろに回り込む。この体術があれば、隠密ではなく、戦闘の流れの中からでも背後印刷を行うことができる。そこから狙える忍びの術もあるだろう。これを混戦の最中でも背後印刷ができるんですね。で、そこからこう血縁を使っていけるっていうね。あの血しぶき。これだいぶ強いんじゃない？崩し裏回り、罰ボタン。よし。多分体幹崩した時に、罰ボタンかな。やってみよう。で、そこにワンちゃんいる。ワンちゃん。夏っぽいワンちゃん1匹くらいおらんの？あ、まだいんな。よし。
で、こう、こうか。裏回り。なるほどね。よし。さて、他にアイテムよし。これ何？強姦キャンディー。あとね、こっちもだ。そっちもいける。ただ、坊さんがすげえいっぱいいる。なのと？あの画面の上部にですね、なんか見える。足が見える。多分これ猿か。あ、ですね。よし。印刷。あ、砂か。で、大丈夫？で、こう裏回りね。こういう風に。で、印刷できると。あ、これすごいな。だいぶすごいぞ。で、柿。なんだこれ。赤く熟した食べ物の柿。一定時間攻撃中やダメージ中でも常に体幹が微回復するようになる。水がいいのか、秋田の柿は需要がある。柿は血となる、血は米となる。血が足りぬものには食わしてやるといいだろう。これあのばあちゃんかな、多分。柿。新アイテム。あのばあちゃんどこだっけ？で、こう下に行けるんですね。で、再びこれ多分子供かな。なに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 ？なに？どこどこどこ？なに？どっち？おい。どっちだ？あ、猿か。よし。落とす。これない、こっちでいいの？どんどん下っていく。あれ、そこに。敵だ。ハンマー兵か。まずこいつ。よし。やってしまおう。太郎兵。あ、今のはちょっとミスかな。一発回復。まずパターンがよくわからねえ。さらに回復。もうサルちゃん。あ、今のあれだったね。今こそまさにバツボタン。はい。よし。切るんだ。待ってね、回復。体幹回復。で、さらに火器。もうちょい。あ、今のは欲張ったな。もう一発。よし。オッケー。よしよし。で、こっちアイテムがすごいな。身分風船。これなんでこんな風に死体が放置されてんの？こっちも身分風船。なんだろうね。で、さらに柿。で、片白取って、身分風船。で、最後に銭袋。で、これそっち行けないかな。ですね。こっちこれで終わりか。よしよし。これなんだろう。本当にこの遺体の理由が気になる。ほら、めっちゃ死んでんの。こういう風に。これ縛ったのかな、もしかして。後ろ手に。こっちもね。あ、ですね。縛ってあるわ。なんだこれ。不気味すぎる。さあ、となったらこっち。上方向。ずーっと登ってこっち。ちなみにそうそう、ヤモリとイモリ。あの、漢字で書くとね、わかりやすいんだよね。屋根の矢を守る、でヤモリ。あと、井戸を守る、でイモリ。なんでこう、爬虫類か両生類ってのがわかりやすい。イモリは両生類。井戸守るんで。あの、強キャラっぽいやつ、あれなんだあれ。二人いる。はい。よし。そう、あそこの方ね、あれなんだあれ。一発ジャンプ。そっち。ね、3人いるわ。あ、見つかったな。大丈夫？まずこいつね、バーっと行って、よし、いた。ん？これなんだこれ、なんだこれ。追跡してくる。おい、なんだこれ、火ついてるぞ。あ、これ爆弾か。これどういう原理なの？なんなのこれ。あ、そっち行ける。これさっきのか、多分。ちょっと。
まずこっち。爆弾かあれ。あとね、これ下行け、あ、鯉いたわ、鯉。鱗か。あれ取んないと。まずこいつら。よし。よし、体幹弱い。おい、自爆するぞ、お前。よし。さあ、二人。で、次。あ、これ上か。こっちだ。あ、危ねえ。一発とね、弾薬。これ使おう。でですね。アイテム、アイテム。ござらんか。あそこに坊さんいた。坊さんいたんで殺す。よし。これね、供養してんのかな、一応。4人も。何してんの、これ。さあ、握り牌。とね、そこにそう。あれがいる。来い。これはぜひともやっとく。まず1匹。よし。あ、逃げたか。大丈夫、大丈夫。あ、逃げたな。大丈夫。ちょっと待てば大丈夫。これ待ってね、ちょっと待ちます。スポーンするはず。でね、これ倒せば大体7枚かな。ほぼ揃うわ。ここにいたのか。よした。さあ、鱗。だいぶ集まった。これで、こっち。で、この上か。何？何のと？あそこにあれいるわ。これ、雑魚かもしくはラッパ衆か。あとそっちにも。対岸ね。まずこいつかな。よし、いた。いける。いって、大丈夫。よし、殺した。一発回復。これ強いな、これ。多分ラッパ衆だ。あそこにもいた。あ、バレてる。やり合おう。こうなったら、やるしかない。2発。あー、今の噛み合ったな、クソ。あ、毒だ。まずい。これまずいやつ。よし。いや、地味強い。やっぱり。一発弾薬。そう、毒がね、厄介なんですよ。あ、ここにいた。あぶれあぶれあぶれ。なんだ、いつ。下行ったな。バレてない。多分。よし。で、奥に坊主か。あと即身仏で、さらにラッパ衆。あー、いっぱいいる、めっちゃいっぱいいる。ないだろう。やってやろう。やれないことはない。次来るがいい。こいつだ。で、そう、こういう敵に、そう、背後印刷、そう、金のこうです。そう、これがマジうまい。で、こう。あ、待って、印刷できてね。まあいいや。好き。ああ、今のはね、一発衝撃がガードできなかった。くそ。あのね、あの奥からですね、あいつがすげえ撃ってくんの。あれ、いかんだろ。好き。あ、くそ、待って待って。あの、くないでまで集中できん。詰める。よし。あいつマジでぶっ殺してやる、今から。待ってろ、お前。こいつだよ、このマジのチキンだよ、こいつ。なんだ、まあ合理的だけどね、戦闘としては。はい。あ、虫が出てきた。あ、こいつ虫付きか。
あ、危ない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 。今たまたま受けた。何この人、足もめっちゃ硬いなこいつ。でそこになんかアイテムあんだ、守ってんなこいつ。いやーこれどうしよう、怖いな怖いな怖いな。仕込みがさ、皮膚傷つ燃やしていくか、虫は火を恐れるのか。あー多分いったこれ、マジか。あ大丈夫、セーフセーフ。あー危ない危ない危ない、強えな。しかし、しかも回復してるし、押し切るしかないんだ。つまり一発回復、これ決めて。いいなんかだからさ、はいどうだ、炎上した。投げ炎上、あおい、まずい。回復、一発回復からのこう投げ、あそうなんだよね。大丈夫、生きてる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 よ。カナの押し切る。いやもういいだろそれ、死んでるだろ。体幹がすげえしっかりしてるこいつ。よし、いったようやくだ。でこの隙にアイテム、これ何、これか白か。えこんだけ氷炭とかじゃないのこれ。こっち行けるんじゃないのこれ。いけないんか、あそう、これ困ったな。で、また復活するでしょ？となったらこっちか。これいけんじゃないの？いけないか、そう。こっちはないんだ、つまり。あれ？ということは？この上か。さらにこっちか。あ、そこですね。銭袋、よし許す。これどっち行こうかな、正面。なんかあのゴマの火っぽいやつが見える。一旦こっち、どんなもんかちょっと見てみよう。さあ登って、器物ここないかな、さすがに近いもんね。あれ敵ですね。あ、見つかった。あ、これラッパだ。多分。ラッパ臭。くっそ。あ、もう。これラッパ強いんだよな。ちょっと待って、爆走すっか。で、あそこゴマ行ね。よし、こっち。坊さん2人、3人か。器物ない、どっかに。見えませんね、全く見えねえ。ないのか。あの坊さんやっとくかな、となったら。よし、あ死んでない。マジか、今の事故ったな。よし、いった。さあラスト、よし、まあ、この子らは本当に優しい、柔らかいんでね、柔軟剤だ。んでこれどうつながってんだ、下に行ける。あこれ下から来るのかな、さっきの。いや違うよね。あーなんかそこにめっちゃいっぱいワンちゃんいるんですけど、ちょっとな、なんなんその数。野犬の群れですね。まあ見ればわかるな。野犬の群れです。イモリです。よし。ここにも。さあ、ほぼほぼ全滅じゃない。よし、いた。平和になった。よし。これ何これ、なんで群がってたの、何これ。ミブ風船かい、群がるんかい、ミブ風船に。あとね、なんかいいんだな。何
なんかがいる。あ、これか。イモリか。ヤモリか。早いんだよ。よし。月光ちゃん。で、ここ、これ、何ここ。ん？あ、待って待って。あいつらだ。よし。これは、こっち正規なのもしかして。で、なんかすげえ簡単に印刷できるし。なんだこいつら。ね、張り付く。離れる。なにこれ、特になんもなくない？なんだこれ、張り付く。うんですね。これ何？あ、上か。そっちか。あ、で、またあいついるし、もうムカデの人いるし。あ、そこに見た。ちょっと。これちょっと待ってね、困ったな。どうしよう。そっち側。できればあれが欲しい。セーブポイント。あ、これないんだな。多分。ですね。ないわ。上も行けない。一旦戻ろうか。そっちの奥の方。ちょっと行ってみよう、こっち。覚えとこう、こっちね。そう、回復はない。まあ、一旦戻るってのもいいかな。どうしようかな。できれば器物あってほしい。この周辺に。アイテム、ないね。あった。握り杯。はい。あ、あ、やべやべ。びっくりした、びっくりした。ここにいた。あぶねえ。よし、2冊。あぶねえ、こいつ。素でびっくりした。あ、で、またなんか変な人来るでしょ。ほら、新キャラが来るよ。なんだい。で、うんごの飴。うんごキャンディー。盾持ちですね。これ斧か、つまり。あと、もう一匹。あ、爆弾だ。この組み合わせは結構エグいぞ。これ、どっかにない？ちょっとパーティー行ってみようか。そう、こっちの方。ないかな？あ、で、ここに坊さんか。で、こいつだ。ここなんかすごいありそうじゃない？あー、ないんだな。よし、回復して。岩薬、そう、ないんだな。落とさない。あ、だの、なぎなたか、あいつらか。ここね、あの、すごい清水寺っぽいんだよな。あれ、どうしようかな。正面。いや、これちょっときついな。あ、まずい。大丈夫？こっち来い。あ、これまずい。リンチになった。これはまずい。あ、死んだ。ここきついな。一旦死ぬか。これ一旦死のう。回復はない。まずあのムカデね、あいつをボコしに行く。交換ダッシュ。このクラもダッシュ。おし。で、ラッパ臭。あれもダッシュ。まずこっち。ずーっとこっち。で、ここを切って、さらに奥。よし、こっちだ。そう、この仕組みいいよね。一回到達したら爆走していけるっていう。あー、どこ？こっちだ。そう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 。あれ、ワンチャンコーナーね。ワンチャンコーナーはどうでもいい。で、次こいつ。上が弱点。よし。さて、これならば絶対勝てる。まずこいつかな。はい。で、下のこいつ。よし。からのこいつ。よし。で、タイマー。
これ一緒でしょ。はい、あぶね、下段。よし、まず一発で回復する。さあ後半戦、若干モーション変化。あぶね、ジャンプジャンプ、一発回復。あぶね、あれ下段か。あー、よし回復回復、下段一発蹴って、よし、いた、よしよし。で黄色炎症と数珠玉ね、よし4個なった。 OK で、さらに黒色炎症、これとなんかあの音楽怖いんですけど、なんかあのいや、ないよね多分。あとここに あれか外か、あれびっくりした。よしと強姦キャンディー、これで終わりかな。こっちはあ、これ全員即身物か。あとこれマンダラね、やっぱね、これもちゃんと作ったのかな、素材として。他にアイテムないですね。自分もね、なんか一時こういった密教とかにちょっと惹かれて本読んだんですよ、密教の本で。そこに書いてあったのが、未来永劫の号っていう漢字はね、実はあの単位だっていう、一つの単位で、まあ、それがどういった単位かっていうと、もう端っこは本当に見渡せないぐらいのめちゃくちゃでっかい石の塊っていうのがあって、でそんな中でこう何百年かに一度ね、天女様が降りてくるんだって、その世界に。で持ってるすごい薄手の羽衣でその石を撫でるんですって、一回ね、ファサーっていう風に。でまあそれを本当にもうものすごい長い時間繰り返して、でいずれその石がなくなると、なんか知んないけどね、あの布より先に石がなくなるっていう設定なんですよ。ひたすら撫でて、でこう撫でて撫でて石がなくなった時がそのゴーっていう単位の完成らしい。なんでまあものすごい長い期間と。あ、なんかそこにワンちゃんいるんだけど、なんだあれ、ここにワンちゃんいるの、これどう登ったなんだこれ。よし、あ、怒ったのかワンちゃんね。さて先行こうか、ずーっとこっち。さあ坊さん、今のちょっとまずかったな、大丈夫。よし、でそれ丸薬一回使おう。でここに一匹いる、こいつはこうする。よし、さあキルして、でですね、ね、斧こっちかな、バネ式。でまずやっぱこいつかな。よし、こいつだ。でこいつ、これ勝ち割れるか。あ、後ろにまたいたな。でフレンドリーファイアなしか。若干ボルトだったな。よし、割れた。よしよし、これいいね。さあ、ジテスクズ。これ取って、こいつだよ。チキンマン。よし。瞬殺。アイテム他にないよね。あ、ここにあった。おわっち。血がついた。今にすげえ血がついた。ちょ待って。どういくんだ？こっちか。ん？生き方がよくわからん。あ、こっちか。こう登って、こうだ。よし。さあ、再び強姦キャンディー。これと、銭吸収して、もうないかな。これ、上は無理ですね。捕まっていけない。ですね。さあ、整った。こっちだ。行きましょう。で、そう、ここがね、ここはマジできついな。どうするかな、爆走するか。あ、まず文句ね。よし、
で次こいつだ。こいつもゴリ押しですね。あとこの下の方、これなんかあるんじゃない？やっぱりね、あるんだよな。うんごキャンディ、まあ使わないんだけど使っとくか。うんごキャンディこの辺で、よし。さてここに、あでも月がくれ、こっちもいいな。よし、これ使って突破しよう。あとこんなか、あなになになんすかなんすか、あムカデいたあいつか。ああとそこにおさんいた。ちょっと待って、こいつ殺そう。よし、でこれそうね、月がくれ、これいけるかな。バレませんように。たまにバレるんだよなこれ。ほらこれよくわかんないの、なんで、なぜバレた。あこれ見た。どっかにないですかね、あれは。こっち、こっちなんか怪しいな。あ、文句言った。よし。おったら来てない。大丈夫。この周辺に器物、マジ欲しいんですけど。よし。さあ、2匹。めっちゃいっぱいな、ここ。なんだこれ。よし、ちょっと待ってね、これ来すぎたかな、もしかして。できればあれが欲しい、器物。いやーただ見えないな、下かこれ、下に行くんだ。えげつね、あとこっちも行ける。なんだここ、どう。あここに1匹いた。よし、で降りていける。まあ彼らにとってはね、あの洞窟すごい通りやすいんだろうな。あ暗いなここ。おいここなんじゃこれ、なんなんじゃばあさん、ここはどこに行くんじゃこれ。これちょ待ってね、どうしようかな。まあ行くしかないか。んアイテム、ミブ風船、これで終わり。いや違うね、先ある。上か。こうだ。ここ何これ。促進物いるし。あ、ここもすげえいっぱいいる。よし。この子なんかめっちゃ弱くない？ただ数がめっちゃ多い。で、上行けるんだな。あとここに、なんだこいつ。あ、これ死んでるんだ。ね、なんかあの、高層な僧侶っぽい。おやー、で、外に来たよ。ここもなんだこれ。一発回復しよう。怖いわ。で、50とか。50の塔。さあ、外薬。よし。外薬なし。で、月光ちゃん。月光ちゃんはこうです。よしよし。あと、そこにアイテムあったんだ。あ、違うね。こっから下は無理か。いけませんね。どうしよう。ただ、まあ、行き止まりっぽい。これは非常にありがたい。ただ、うまいこと帰っていけない。さあ、この中。これ何がある？よし。これ伝書か。千法寺憲法の伝書。千法寺の者は憲法を収めて功徳を積む。法とは教えのことである。己の身一つで仏敵を打ち倒すためには、剣と法をどちらも欠けてはならぬ。だが今や千法寺は死なずに囚われた。法は失われ、その剣もまた歪んでいる。よし。これ伝書か。後で見ていこう。結構強いのかな。他ないですね。よし。で、これで戻んのか。
これちょっと待ってね。うまいこと帰っていけないか。うん、いけるわ。よし、こうだ。ですよね。ここやっぱさすがね。で、こっち。よしよし。で、キャンディー。これ取って、さっきそっち行ったね。次こっちか。待って待って待って。あ、ここにいた。こいつか。これやっとこうかな。これ見えねえ。さあ、ここガン攻めする。どっち？こっちか。そう、あれがね、結構やったね。よし。一発食らったな。三発。これまずい。下段か。近すぎる。よし。これやっぱ壁際じゃないと結構きついね。こいつは。もうちょい。よし、いった。よしよし。そう、ガン攻めすれば意外といける。こいつはね。他の子、そこいるかな？チラ？あ、いますね。仲いいな。よし、殺そう。あ、こっち見た、こっち見た。もう。これはちょっときついな。よし。生かしておこう。見直してやる。さあ、この奥。で、さっきそこに虫使いた。ここら辺ないかな？器物。あいつがな、いるんだよな。器物、どっかない？あ、いっぱいいる。アイテム。ね、ちょっとゆっくり行きましょうね。あ、よし。ここにあったのか。オッケーオッケー。よいしょ。さあ、ようやく生還できました。これよかったね。で、パワー成長しよう。よし。さらに強化。5の年中。落ち谷の鉄砲取りで取り仕切るのは男ではない。蛇の目と呼ばれる石火扱いの女たちだ。遥か遠方を射抜く特別な目を持つという。この石火って要は銃だよね。よし。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、次回ですね、さらに先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回赤裸でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。